サワディークラップ。はい、どうも、ひろがです。今回ですね、明治安田生命 J1 リーグ第4節、川崎フロンターレ対名古屋グランパスの試合を、チャンティップ選手中心に話していきたいと思います。はい。まあ、結果はですね、1対0で川崎フロンターレの勝利となりました。はい。これで6試合を終えて、4勝1分け1敗となりました。はい。でも、チャンティップ選手はですね、まあ、開幕から6試合連続で、先発出場しまして、まあ、インサイドハーフでね、出場しましたけど、まあ、かなり攻撃の起点と、滝坂選手と共にね、なっていて、そこから結構、特にマルシーノ選手に、スルーパスを出す場面が結構見られて、で、そのうちの1本が、得点に結びついて、なんと、ついに、初アシストを記録しました。おめでとうございます。はい、あのスルーパス、まあ、意図的にはね、多分ダミアン選手に出したと思うんですけど、まあそこからまあ流れて、マルシーノ選手に届いて、で、それがマルシーノ選手がきっちりと決めてくれて、で、先制点。これが決勝点となって、勝ちました。はい。まあ、チャルティップ選手、まあ60分に、コツカー選手と交代しましたけども、まあ本当に精力的にね、プレーをしていて、まあ攻守において欠かせない存在になってきたなと思います。また残念だったのはちょっとね、まあ前半立ち上がりに、まあチャラティップ選手ね、トラップミスかな、ミスから、まあ相手のレオシルバ選手に奪われたところでね、ファールを犯してしまって、まあイエローカードもらってしまって、まあそれが累積警告となって、まあ次節出場停止となってしまいました。はい。なので、まあ次節の次はね、また代表期間明けての試合になりますんで、まあちょっとね、しばらくフロンターレでのプレーは見れないんですけども、はい。まあ次節きっちりとね、まずはフロンターレ自身が広島に勝ってもらって、はい。また、チャンティップ選手復帰してもらいたいなと思います。はい。まあぜひね、タイの皆さんも、次節広島戦、土曜日にありますんで、見て、応援してください。はい。ということで、今回は以上になります。はい。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それでは、コープンクラップ、ありがとうございました。バイバイ。